オ、まひろです。5月12日の睡眠レポートを見ていこうと思います。今日も100は取れませんでした。88ですね。睡眠タイプはすやすやかな。あ、うとうとなんだ。はい。で、寝るときはマスター5で寝ましたかね。いや、睡眠をしてからさ、寝た判定がすげえ遅くなってた。はい。さあ、ロコンちゃん、頼む。チャンネル登録と高評価よろしくね。とりあえずこの画面にはいないぞ。左側行きますね。ロコンちゃん頼むぞ。いない。犬なあ、ボーってしてる。火吹いてる。炎を吹き上げね。やばくないこの寝方。火事になるな。そういえば星さんが多かったね。いや、ローコンちゃん頼む、マジで。あと1個だったはずだよね。ゲージいないの？いないのか？いない、いない、いないんですけど。え、そんなに出てこないの？辛すぎるわ。うーわー、待ってよ、あと明日しかないんだけど。うわ、このイベント期間中にマジでゲットできないかもしれないな。さあ、チャンスはガーディーばっかりだな、チャンスくんの。どうしようかな。ちょ、犬も欲しいんだよね。ゴースも欲しいんだけど。どうしよう。これ、とりあえずゲットしちゃおうかね。はい。で、1個あげておきましょうね。特大成功来い。来ないんだ。はあ、ちょっとダメージでかいな。ロコンちゃん来なかった。ダメージがでかすぎる。はい、じゃあ今日の1枚はマグマラシにしておこうと思います。さあ、個体値チェック。木の実の数 S とお手ぼついとれ。もう苦しすぎるからさ。脳天気ってお手スピダウンじゃなかった？わ、しょうがしょうがしょうが、何にもダメ。あ、メインスキル発生確率ダウンか。性格覚えれないんだよね。はい、ということで本日はこんな感じになりました。いやー、明日出てきてくれる気がしない。もう分割睡眠するしかないんじゃないって思っちゃうんだけど。辛いよー。いやー、でもね、もしかしたら最終日に来てくれるかもしれないので、ちょっとあんまり分割睡眠やりたくないんだよね。はい、今日はマスター6、7、どうしようかな。お昼と夜あげるかあげないかちょっと悩んでるんだよね。まあ、いけて7ですかね。はい、ということで、皆さんは何かいいポケモンに出会えましたでしょうか。明日こそマジでロコンちゃん頼む頼む頼む、よろしくお願いします。みんなも祈っててください。ゲットさせてくれ。いや、まあ別にね、イベント会でも出てきてくれると思うから、まあ、そこでゲットすればいいんだろうけど、まあ、イベント期間中にどうせだったらね、欲しいよね。はい、ということで明日もまた撮っていこうと思います。来週はね、ちょっとどこに行こうかな、ちょっと悩んでる。またトープでもいいんだけど、ちょっとなんかもう絵面がちょっと飽きちゃったな。なので、ちょっとどこ行くか、ギリギリになって決めようと思います。はい、ということで、よかったら次の動画も見に来てね。バイバーイ。